日本原演習場で演習中の74式戦車日本原演習場は、岡山県勝田郡奈義町と一部が津山市に所在する陸上自衛隊の中規模演習場。管理駐屯地は日本原駐屯地。日本原の地は古くから原野であり、天文年間に66部で諸国を回った農民の福田五兵が最後にこの地に住み着き茶屋を開いた。この茶屋で街道を行き交う旅人に日本各地の話を聞かせ、やがて茶屋を日本開国茶屋と福田五兵は開国五兵と呼ばれるようになった。後にこの地は日本屋と呼ばれ、これが日本原の地名の起こりとされる。1900年4月、岡山県知事は参事官を日本原に派遣し原野の視察を実施させる。同年6月には第10師団長であった伏見宮定成親王が原野を視察する。1901年の10月から11月にかけて軍役所が地名や面積等の調査を実施する。1902年9月に再び地名や面積等の調査をする。1907年1月、寺田博之岡山県知事は県議数名を派遣し、演習場適地の土地価格、立ち退き移転に該当する家屋の費用などの調査に当たらせる。1908年3月に買収が成立し、陸軍省所管の陸軍演習場となる。同年11月2日に、岡山に司令部を置く、第17師団隷下の砲兵部隊が最初の実弾射撃を実施する。これ以降大正時代から第二次世界大戦終戦まで、広島、善通寺、姫路の各師団が各種の演習や散砲、野砲の実弾射撃に使用する。1932年に県営事業としてため池造成が起工され、1943年に完成し、岡山県内有数の貯水量となる奈義池が完成する。この奈義池は戦後防衛施設庁により大改修される。1945年8月に戦争末期から占領軍の砲兵は時に菩提寺付近にまで着弾させることもあった。1952年10月に占領軍は撤収し、その後警察予備隊が演習場として使用を始める。1957年11月14日、占領軍の接収が解除され返還、大蔵省の所管となる。1964年3月31日に大蔵省から防衛庁に移管され、同年6月16日に演習場西地区で 105mm、榴弾砲以下の射撃を開始する。1970年3月に日本原駐屯地が開庁し、4月21日には東地区に 105mm 榴弾砲3発を試射する。この頃には反対運動が激化している。同年7月22日に消防区庁長から東地区に射撃できるまで西地区での射撃を中止する申し入れのため下方の射撃は中止となる。1972年1月28日から3月10日にかけての射撃中止期間中に音響測定のため西地区にて試射を実施する。同年3月には近傍住民から幼児病気悪化の抗議により西地区での射撃は中止となる。1973年3月14日に西地区の射撃が再開されるも、10月19日に城内の立ち木伐採の調整不備のため射撃中止となる。1975年5月13日に西地区での射撃が再開される。同年12月25日に東地区での射撃について合意が成立し、ロケット発射等の射撃を開始する。1976年5月16日に投石事件が発生し、翌5月17日に 81mm 迫撃砲の射撃が始まる。日本原演習場は、奈義山の裾野に沿って帯状に広がる原野を活用したもので、東西 6km、南北 5km の範囲で、面積約1450万平方メートルに及び、中国地方、四国地方地区では、最大の自衛隊演習場である。旧軍時代には、現在の陸上自衛隊駐屯地の南東付近に、滝本商社が元岡山県立日本原高等学校の敷地付近に2位の商社があった。演習場内には間接照準火器用の射場が設けられ、迫撃砲や榴弾砲の射撃ができる2600メートルと4000メートル射場があり、直接照準火器では消火器用の射場や戦車砲用の射場がある。間接照準火器についての同時射撃可能数は榴弾砲1門となっており、射角は約152ミリとなっている。実弾火潜入訓練場も設けられている。場内にはため池が数多くあり、その中でも最も大きなものは凪池がある。東地区内には並神社がある。演習場周辺は南側に国道53号が東西に走っており、国道の近くに商社が設けられ、道を越えたところに日本原駐屯地が所在している。北は凪山と滝山をいただく山地で菩提寺もあり、東西と南側は家屋が点在しつつ、田畑が広がっており、畜産業もある。周辺には寺社も点在してる。ありがとうございます。